こんにちは。87バスケットボールラボの、宮本です。いつも、サイト、見ていただいたりとか、発信ですね、あとエクサロパスもやってますんで、そちらの、宮本とズボンの長いやつポッドキャストですねとかも聞いていただいてありがとうございます。今回は、昨シーズン某サイトで87ラボの頑張れレバンガという連載を持たせてもらってまして、まあ結構いろんな方から連絡もらったりとかご好評いただいたりとかしてたんですけども、ちょっと今年はないので、また僕自身もまあそれは関係ないんですけど、あの海外をちょっといろいろ追いかけたりとかしてて、レバンガをなかなか追いかける時間がないかなと思ってたので、ただエクストラパスのポッドキャストで8月に札幌で公開をやらせてもらったりとかしていく中で、いろんな人と、こうコミュニケーションを取らせてもらう中で、やっぱり今年のレバンガのスローガンが変われということで、いろんな人がこうもっとバスケットボールを知りたいとか、こうバスケットボールの知識、知識だけじゃなくて、例えばその観戦してるどういうところを見たら面白いかとか、まあもしくは文化とかスポーツと文化の部分に興味を持ってくれてる人がすごくたくさんいて、まあ個人的にそれが嬉しくて、何か87ラボの頑張れレバンガもすごくいろいろ好評をいただいたりとか、もちろん批判をもらった時もありますけど、なんかそういうこう相互に意見交換したりとか、学ぶ場所っていうのを残したいなと、作りたいなと思ったので、今年もちょっとこういう形で、レバンガのことを発信していったりとか、バスケットボールのことを発信したりとか、まあそのチームスローガンが変われということで、僕は、チームが変われっていうよりは自分自身が変わろうっていうことがすごく大事だと思っていて、なのでやっぱりまず自分からこういう発信をしていくこと、そしてまあ多くの方が聞いてくれないかもしれないですけども、聞いてくれた方が何か変わろう、変わっていこうと思えるような発信をしていきたいなと。でまあ、いろんなところで炎上したりとか批判もらったりとかしたんですけど、まあ、そうやってすることによって、北海道のバスケットボールの文化、レバンガ北海道っていうのが本当の意味でこう強さっていうものを、見つけていくんじゃないかなと今感じています。で、ボードを使って解説とかもしたいんですけども、多分今日使わないですけども、なんか何なんですかね、一人ポッドキャストみたいになってるんですけど、まあ、ちょっと長いと思いますけど、いろんな発信をしていきたいなと思うので、ぜひよろしくお願いします。で、今日9月7日、明日9月8日、プレシーズン川崎ブレイブサンダース戦が行われました。87ラボで発信した、正午の段階で発信して、注目ポイントを挙げたんですけども、ちょっと、そこを確認していきたいなと思います。で、1スタメンは誰か、2シックスマンは誰かで、シックスマンっていうのは、まあ、交代の最初に選択として取られる選手なんですけども、 B リーグとか NBA でも最優秀シックスマン、ババ君とかでしたっけとか、まあ、川崎の藤井選手なんかは特にもう受賞しましたがね、あのシックスマンっていう流れを変えたりとか悪い流れを断ち切る最初の選択肢が固定されてると、やっぱりチームとしてのスタイルとか、まあそのきっかけをつかみやすいので、そのシックスマンっていう選手はすごく重要視されてます。ただ現代バスケットボールはタイムシェアって言って、時間をまあみんなで使うっていう部分が多いので、シックスマンが固定されるっていうよりは、まあ場面場面によって交代のあれが違うっていうことがあるので、まあなんていうんですかね、ただその交代の1枚目2枚目のカードっていうのはシックスマンって呼ぶと思うんですけども、
その選手はすごく重要な存在かなと感じたので、そこを注目ポイントの一つに挙げました。で3つ目が最初のオフェンスの入り方とシュートを打つ人で、これに関してはちょっと、今回は割愛します。ちょっと情報がなかったので。で4がフィジカルコンディションで、このフィジカルコンディションの部分で今シーズン僕の中で、ポッドキャストでも言ってたんですけども、最大の補強ですね、レバンガのが大塚ストレングスコーチだと僕は感じてます。で、9月3日の、なみなみいなみのラジオの、話でも川辺選手が出てきて、かなり体が大きくなってフィジカルの方の、まあ、その充実度があると。で結構ツイッターにも上がってたんですけども、試合前のアップの仕方もだいぶ変わったよう でその辺やっぱり大塚ソリン講師とか、相浦さんとかの役割って実はすごく大きい部分があるので、まあ、その辺注目していきたいなと感じてます。で今日はここについて話そうと思ってるんですけども、5ハドルの回数で、ハドルっていうのは、プレーが切れた時にファールとか、ディフェンスでもオフェンスでもそうです、エンドボールになったりとかサイドボールになったりとかっていう時に選手同士が集まってちょっと円組んで、何かを話すっていうのをハドルっていうんですけども、このハドルがすごく大事で、やっぱりこういろんなプレーしながらコミュニケーションを取るんですけども、バスケットボールってボールがデッドって言って、止まる時間が非常に多いスポーツで、かつ5人で連動して絶対にサッカーとかと違ってオフェンスとディフェンスが分かれてるわけではないので、5人が絶対に連動するスポーツなので、このハドルの回数、確認し合う回数が多ければ多いほどやっぱりいいチームだなっていうふうに、考えられます。なので今回はちょっとこの5番目のハドルの部分についてちょっと考えたいのと、川崎ブレイブサンダースさんがかなり動画を上げててくれて、レバンガはあんまなかったんですけど、でそこでちょっと感じたことを、まあ、8日のプレシーズンもう一試合あるので、そこでちょっと、注目して見てもらいたいなってとこを発信したいなと思います。で、まあ、1から順番にいきますと、スタメンは誰か、これに関しては、新加入選手が多く使われました。橋本選手、松島選手、カミングス選手、パプ、ミークスっていう感じで、まあ驚きました、僕も個人的に。ただまあこのスタメンに関しては僕の考えですけど、新加入選手を鍛えるとかでお披露目するとか、まあそういう意味合い、あと新加入選手が鍛えるでプレーするっていうことになれるとかっていう部分があると思うので、まあ、そういう意味合いが強いかなと。なので多分ですけど8日の、これ聞かれる方8日の後に聞いちゃう人もいるかもしれないですけど、8日の、スタメンはまた違うのかなと感じてます。で、まあ、シックスマンは誰かっていう部分で、内田選手が最初の交代に出たっていう僕は確認をしてるんですけども、ちょっと試合を見てないのでいろいろ違う部分とかあるかもしれないですけども、内田選手の交代に関しては橋本選手が開始19秒ぐらいで2つファールしたってことで、まあそこで内田選手がファーストチョイスなわけではなく、何かまあアクシデントがあったからっていう部分で、まあここもちょっとまだわからないなと。で3つ目のオフェンスの部分もわからない。でフィジカルコンディショニングの部分はこれちょっと違う話と合わせて僕が感じてる部分ですけども、北海道ってすごくこう難しい部分があって、8月からシーズンインして、7月ですね、7月からシーズンインして、まあフィジカルのトレーニングとかいろんなトレーニングをしてきますけど、その間にやっぱり関東のチームって結構ゲームを組むんですね、7月後半から8月ぐらい。でまあ、それは近隣の B リーグチーム同士で非公開で行ったりとか、まあ、あとは大学、例えば強豪の東海大学とか筑波大学とか青山学院大学とか白鴎大学とかっていう大学で、またそこには今2メートル級のビッグマン日本人もいますし、もう特にすでに
特定指定選手で、特別指定選手ですか、でプレーしてる大学生とかも多いですし、あと留学生の2メートル10ぐらいの選手とかも中にはいるので、そういう選手とかと、まあ、いろいろプレーをしていく、試合をしていくことは、おそらく皆さんツイッターとか SNS で見てると思うので知ってると思います。でこれがまた難しいところで、じゃあ北海道はどういうところと試合するのかっていうことを考えると、例えば札幌大学とか、北海学園大学とか北昌大学とか、まあ、あと実業団系になると宮田自動車とか旭川汽車とか、札幌市役所とかになるんですけども、じゃあ彼らがどれぐらいのレベルか、まあ、これは言い方失礼ですけどってなると、例えば天皇杯の予選とかで勝ち上がって北海道代表で、宮田自動車とかが全国大会に出ると、まあ、今はそんなもうちょっと詰まってると思いますけど、以前は例えば東海大学とか筑波大学だったりと勝てなかったんですね。ダブルスコアで負けるみたいなこともあったぐらいのレベルなんですね。で、まあ、そのチームが B リーグチームとかでやると、まあ20-30点差で負けたりとかってするのが現実なので、かなり正直レベルの低い、これは僕は北海道自体の問題でレバンガが解決しなきゃいけない問題の一つだと思っていて、その大学とか高校とか、実業団とかのレベルもレバンガがトップになって引き上げていかなきゃいけないんじゃないかなと感じてます。でも、まあ札幌の大学が大体インカレに出ますけど、その大学もやっぱり身長サイズの部分でも有力選手はやっぱり関東に流れますし、関西とかなかなかこう強化は進まない部分でもあって、まあやっぱ北海道自体のバスケットボールがもっと盛り上がらなきゃレバンガ自体も強くなれないっていうのは北海道の環境要因でもあると思いますし、逆に言うとツイッターでもちょっと書いたんですけども、例えば道内合宿をやって、それを皆さん見学してすごく貴重な機会で嬉しい機会になってると思いますけど、やっぱりあれを道外合宿とかにできたりとか、その機会を道内合宿は継続しても道外合宿を作ったりとかして、自分たちから他の B リーグチーム B2 でも B3 でもやっぱ試合をしに行くっていう機会を作らないとなかなか難しいのかなと思ったりします。でもちろん例えば千葉ジェッツとか釧路で合宿やってたんで、もしかしたらどこかで試合してるかもしれないですけど、非公開で。でもやっぱりその機会っていうのはもっと増やさないと、ここのプレシーズンとかアーリーカップがスタート地点、試合感がっていう話が試合後のインタビューにもありましたけど、そこから試合感を養うわなきゃいけないっていう部分を今に始まった問題ではないので、なかなか厳しいかなと。なのでレバンガって開幕カードほとんど勝ったことないんですけど、まあ、そういうことがあるから勝てないっていうのは、他のチームは今日もそうですけど、おそらくかなり川崎は仕上がってる。でそこにまあ日本代表選手たちが組み込まれてく、まあ、もっと言えば佐藤健二コーチになって、あと勝久ジェフリーとか大坂さんかとか、若手の有望なコーチがヘッドコーチに、アシスタントコーチになって、かなりいろんな情報がこう入って崩し方が綺麗になったりとかってしてる中で、まあ、レバンガはコーチ陣も変わらず選手は変わってっていう中で、そこからまたスタートとなるとかなり出遅れてしまうと思うので、まあ、そういう部分はレバンガだけではなく北海道全体の課題かなと、まあ、ちょっとなんていうんですか、関東に僕自身いてすごく感じます。そういう遅れにあまり危機感を持たないっていう部分で、まあその中でフィジカルコンディションの話に戻りますけど、まあフィジカルに関してはもしかしたらかなりおそらく追い込んでると思うので、今日の試合は全く足が出ない状態だったっていう可能性も大いに考えられる。でこれはすごくポジティブなことで、まあ、多分アーリーカップとか開幕に向けてコンディション作ってるはずなので、その中でやっぱり今日の試合は試合感とか、まあ、試合の中の体力とかっていうのもありますけど、まあ、追い込んでる中での試合だったのでなかなか体が動かなかった
でプレータイムが少なかった選手はどっちかというと疲労度が溜まってる選手なのかなっていう考えもあります。で、5の今回ちょっと喋りたいハドルの回数ですね。で、まあこれがすごく重要で、世界、ワールドカップですか今やってますけど、ワールドカップ見てもやっぱり日本と世界の、分かりやすく見える差って、このハドルの回数、コミュニケーションを取る回数で、もちろんプレー中も声出していろんな指示飛ばしたりとか、いろんなタイムアウトあったりとか、いろんなコミュニケーションで取りますけど、その選手同士が肌で感じてるものをしっかりと、細かく細かくコミュニケーションを取るってことはすごく大事で、今日の7日の試合で確認されてる方はいないと思いますけど、例えばおそらく試合の展開からして、このハドルの回数だけ見ても多分川崎の方が多いと思います。だからそういうところの積み重ねっていうのがバスケットボールはすごく大事で、今どういう風になってるからこうしようとか、例えばボールがデッドって言ってエンドとかサイドとかファールで出た時に、次のプレーコールしないでこれやろうとかっていう話ができると、例えばコールして、チームって相手チームで大体スカウティングまだしてないですけど、リーグになるとスカウティングしてるので、あ、このセット来るよっていうのが大体分かってくるんですね。でもノーコールでハドル組んだ時に話し合ってノーコールでプレーできると、相手が何するか分からない状態で戦術を組めるので、このハドルの回数っていうのが増えれば増えるほどやっぱりいいチームかなと思います。なので8日の試合見に行かれる方、もし、興味があったら、このハドルの回数、ボールがデッドになった時のハドルの回数をちょっと確認してみてもらえたら面白い、まあ、あの比較、両チームの比較の一つになるかなと思います。で、もう一個気になったことがあって、川崎ブレイブサンダースが結構、試合の動画を切って部分的に切って上げてくれてたんですけども、レバンガはあんま上げてなかったんですけど、もちろん川崎がいい部分っていうのをすごく上げるので一概には言えないんですけども、レバンガの選手たちのディフェンスの時のハンドワークっていうんですけども、手が全部下がってたんですね。でこれはちょっとやばいなと僕は感じてて、これもちょっとワールドカップを比較に出しますけど、やっぱりワールドカップ見てても皆さん思うと思いますけど、手が下がってるチームって弱いんですね。で、まあ、ここもちょっとフィジカルとの関係性でやっぱ疲労が溜まってるとかいろいろあるとは思うんですけども、やっぱそのエナジーの部分とか見せ方の部分で、そういう動き発信とか見せ方っていうのは意識の問題でもあると思うので、やっぱりこう試合を、もちろんそのさっき言ったみたいに試合をしてないからそれが出てこないっていうのもあったりはするので、そういう部分の根底の部分の問題もありますけど、やっぱりそういう部分でこう、もうどの選手も手が下がってるっていう部分が、川崎が得点シーンを切った部分では全部そうなので、そこはちょっと問題だなと。なのでやっぱり足も重たいのか動いてないですし、ピックアンドロールの場面が何度か映ってたんですけども、守り方統一されてないので、まあ、ちょっとヘッドコーチとかコーチ陣からの落とし込みもされてないのかなと。で聞いた話だと、オフェンスも全然連動が取れてないと。でこれは内海コーチは問題ないとは言ってたんですけども、まあその問題ないと言いつつも、これだけちょっと噛み合わないとちょっと不安になる方は多いかなというのは正直なところで、でもちろんオールコートプレスを仕掛けたりとかいろんなことをやってたようなので、プラスの部分もあると思うんですけども、まあ、ただオールコートプレスをするにしても7人相手に77点はちょっと取られすぎかなと。去年のリーグの上位チームは70点切るぐらいの失点数なので、やっぱり川崎のサブ相手には60点台ぐらいに抑えたいなと。で60点台ぐらいに抑えれば自分たちの51点も多分おのずと60点台には乗ると思うので、まあ、そこで勝負ができるのかなという印象があります。なので、ちょっと8日の試合とか、まあ、8日の試合のスタメンとかも注目してほしいですし、シックスマンが誰が出てくるのかっていうのも注目してほしいですし、あとは、5の5というかハドルの回数と
そのディフェンスの時のハンドワーク、手が下がってないか上がってるか、おそらく手下がってて声出してる選手っていないので、手上がってる選手はめちゃめちゃ声出すんですね。なのでそういう部分が1人2人って増えてくるといい連鎖が起こるので、そういう部分をちょっと注目して見てもらえたら面白いというか、まあ変化が見えてくるかなと。で川崎は結構そこができているので、かなりヘッドコーチの落とし込みが、まあ、人数少ないのもあると思うんですけどできているなという印象があります。大塚選手がドサンコですけどかなりスリーポイント決めたって話ですけど、まあ、あれだけ手下がってればそれ入るわなっていう話で、あの代表の試合見ても思うと思いますけど、あれだけノーマークになったらみんな入るよねっていう話であって、まあ、そこはちょっと大塚選手がすごいいいというよりはレバンガが良くないなっていう部分で考えた方がいいと思います。でありがたいことにですね、ちょっといろいろ募集したんですね、質問とか感じたこととかって言ったら一件、メッセージをいただきまして、ちょ今後もこういうのをちょっと、皆さんがどう感じてるか何が知りたいかっていうのをこの機会にいろいろ共有したりとか発信してみたりとかしてみたいなと思ってるんですけども、まあ、まず、名前は伏せますけども、今日行かれた会場に行かれた方で、まあ、得点が入る気がしない、リバウンドが取れないっていう風に見えると、でこれは、去年のレバンガを見ているようだなと感じると。でまあちょっと戦術的なことは分からないんだけども、まあ昔の選手がいた方が得点は入ってるんじゃないかという印象を感じると。で橋本選手の印象は、気迫とか圧力はすごかった、で今までにレバンガにいないタイプだったけど、まあファウルとかもあったので、まあどうなのかなとかっていう。で川崎の完成度は高かった。でまあさっきの話じゃないですけど、スリーポイントが全然落ちないと。でまあこれに関してはさっきの、まあスリーポイント落ちないというよりはレバンガのディフェンスが悪い方が強いと思うので、でレバンガのシュートは入らない。でちょっとモヤモヤしましたっていう連絡をもらいました。で何でもいいのでこういうのもらえれば、そこからちょっと紐をほどいていったりとかしたいなと思うんですけども、まあリバウンドが取れない、得点が入る気がしないっていうのは、ポッドキャストでもエクストラパスのポッドキャストでも何回も言ってるんですけど、これリバウンド取れないっていうのは、オフェンスでリバウンドを取るまでのストーリー性がない。でちょっと正直それは、昨シーズンからないので、まあ何とも言えないところですね。そこまで考えてたのは水野さんは考えてましたけど、その後は正直あまりそこまで、ネトはそこに至るまでがまずそんな時間がなかったので、で内海さんの昨シーズンのバスケットボールはそこにフォーカスするまでの時間がなくて、こうドタバタしてる、解任があって自分が就任してもう相手に対応するのが手一杯っていう感じだったので、まあ、ここがないっていうのはまだ戦術が落とし込めてないのか、まあそこまで考えてないのか、どちらかなので、シュートが入らない理由もそのシュートを、これは考え方の部分なんですけども、シュートが入らないのをシュート力がないと考えるか、シュートが入るシチュエーションを作れてないと考えるのかっていう問題であって、まあ、僕はちょっとその後者だと思ってるんですね、レバンガはずっと去年から。だから去年だと横浜戦の残留プレーオフで山本選手から山本から桜井選手渡ってスリーポイント決めたシーンとかっていうのはすごくシュートが入りやすい展開を作ってるんですね。ああいうのが増えてこないとやっぱりちょっと厳しいですし、ああいうシュートが打ってくるとおのずとリバウンドも増えてくる、まあ、そこはもちろんまだゲーム感がない部分とか試合をやってない部分もあると思うので、まあ、そこはちょっとアーリーカップとかでもっと細かく見ていきたいなとか、僕も試合見てないんで、気にしてみたいなと思います。でまああとはそうですね、まあ、シュートが入らないっていうところに関してのモヤモヤしてるって部分だったので、まあそのオフェンスの部分は正直その僕も今回見てないので分かんないんですけど、戦術的なところが何なのかっていうところが見えてきて初めて、そのシュートは入りやすいような
チャレンジをしてるかっていうところがあるので、まあアーリーカップでその辺はちょっと気にしてみたいなと思います。で、明日のスタメンは僕の予想ですけど、8日のスタメンは今日とは違うと思うので、ある程度全員にこう似たようなプレータイムを作ったりとかして、コンディション調整しながら、プレーするんだろうなと思うので、ただ今日、松島選手、カミングス選手、パプ、ショーン、ミンクスっていう謎のなんか5人があったらしいので、まあちょっとどうなんだろうなというのは、まあ少しずつ見ていきたいなと思います。まあこんな感じで、ちょっとそんなに今日は明確な、ああまだありましたね、24秒で攻めきれないシーンが目立った。まあこれも結局そのディフェンス戦術が落とし込めてない、ディフェンス見せてもハンドワークがうまくいってないで、ピックアンドロールもどう守ってるのかちょっとわからない部分しか見てないって絶対とは言えないですけどね。で、ディフェンスってこれボードあるんで使いますけど、せっかくなんで、例えばボールここにあった時に、こっちに行くのはミドルドライブって言って、こっちに行くのはベースラインドライブって言うんですね。で、こっちを切るのはノーミドルって言うんですね。で、こっちを切るのはノーベースって言うんですね。で、これもちょっとどっちに行かせたいのかっていう守り方がはっきりしてなかったので、まあただここに関してはちょっと内海さんはそういうところこだわる人なので、ここをしっかりやってるないのは選手がやってない、納得してないか、選手のコンディションが良くないか、どっちかなので、でコンディションが良くないっていうのは言い方がネガティブですけど、ポジティブなことで、すごくハードなトレーニングをしてて、今はまだちょっと足が重たい状態でやってるだけっていう部分があるので、まあこの辺もちょっとアーリーカップで見ていきたいですけど、明日改善して、少しおそらくノーミドル、こっち側には行かせないように守るはずなので、こっち側に行かせないようにこっちに追い込むようなディフェンスをやろうとしてる姿が見えれば、それがもし抜かれてたとしてもですね、まあ、まあ今日の改善点って、まあ60対60前後ぐらいの試合にはなるのかなと感じます。まあなので、まあ最後にちょっと変な感じですけど、まあ最初の試合ですし、そのフィジカルコンディションの部分で重たい部分は絶対にあると思うので、まあ結果は別にそんなに僕は気にしてなくていいかなと。ただまあその雰囲気っていうのは分かるので、今日もポイントに挙げましたけど、ハドルの部分とディフェンスのハンドワークの部分っていうのは疲れてるからできないってことではないので、まあ、そこが明日、改善されてるかどうかはちょっと注目のポイントで、それができてないとちょっと、まあ言い方おかしいですけど、ちょっと疑ってもいいかなと、あーチームうまくいってないのかなっていう感じは、考えても予測してしまうかなという感じがあるので、ぜひ頑張ってもらいたいなと思います。でこんな感じで、まあ、2、30分ぐらいになっちゃうと思うんですけど、いろいろ僕が持ってる知識を、共有できる限りしたりとか、若干エクストラパスと被るところはあると思うんですけども、皆さんのプラスになる情報を発信できればなと思いますので、皆さんもなんか試合見てて気になることとか、こういうことがあったとか、これはどんな感じに思いますかとか、いろんなことあると思うので、何でも些細なことがあれば、プレーのこういうことがわからないとかっていうのがあれば、ぜひ、教えてください。で、そうですね、そうやって少しずつ自分から変わっていくっていう姿勢が、僕らはブースターですけど、チームを強くしていく一つの方法というか、ストーリーになっていくと思うので、ぜひ、変われまず自分からということで、チャレンジしていきたいと思います。ではちょっと30分と長くなりましたけど、ありがとうございました。明日観戦行かれる方、楽しんでください。